皆さん、こんにちは。黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。底辺だ、底辺だ、底辺だ、底辺。ちょっとマオ、どこかのお守りみたいに登場しないでよ。ミアごめんね。それはもういいんだけど、ところでどうかしたの？あ、そうそう。すごいもの発見しちゃった。何を発見したの？特別展、猫、にゃんとクールなハンターたちを開催するみたいだよ。猫だけの特別展なんて、すごく面白そうだね。でしょ？もっと詳しく教えてよ。オッケー。今回は、マオが解説するね。それじゃあ、始めるよ。特別展、猫、にゃんとクールなハンターたちは、名古屋市科学館で開催します。名古屋市科学館には、去年のゴールデンウィークに大地のハンター展を見に行ったよね。うん、大地のハンター展も面白かったよね。野良猫勉強会で初の課外授業だったしね。その時の様子は過去動画にあるので、まだ見ていない人はぜひチェックしてくださいね。今回の特別展はいつから始まるの？特別展、猫、にゃんとクールなハンターたちの開催期間は2023年の7月15日の土曜日から9月18日の月曜日までだよ。開催までまだ2ヶ月くらいあるんだね。そうだね。開催はまだまだ先だけど、前売り券はもう販売しているみたいだよ。そうなんだ。ところで前売り券はどこでどうやって買うのかな？前売り券は名古屋市科学館や電子チケット、各コンビニなどで買うことができるみたいだよ。いろいろな買い方ができるんだね。そうだね。それぞれの詳しい買い方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。ところでマオ、今回の特別展ってどんな展示なの？特別展、猫、にゃんとクールなハンターたちでは、ペットとして飼われている家猫だけでなく、ライオンやトラなどの野生の猫の仲間たちも数多く展示されているみたいだよ。つまり世界中の猫の仲間たちに会えるんだね。そうだね。今回の特別展には3つの見どころがあって、1つ目の見どころは世界の野生の猫の仲間たちが勢ぞろいするみたいだよ。地球上には40種の野生の猫の仲間たちがいるみたいです。今回の展示では40種すべての野生の猫の仲間たちを紹介しているみたいだよ。40種すべてはすごいね。初めて見る珍しい猫たちにも会えるかもね。だね。二つ目の見どころは、日本の山猫についての展示になります。日本に生息する、西表山猫と対馬山猫は何を食べて、どのように生きているのか、フィールド研究に基づいた、彼らの生態を、詳しく紹介してくれるみたいだよ。日本の山猫たちが、どんな生活をしているのか知ることができるんだね。うん、そうだね。マオ、山猫さんたちのこと、よく知らないから楽しみだな。この展示では、山猫の毛皮を触ったり、マーキングの匂いを嗅いだりできる体験展示もあるみたいです。それはぜひ体験してみたいね。どんな手触りがするんだろうね。匂いも嗅いだことないから気になるよね。3つ目の見どころは、家猫についての展示になります。体験展示や模型を通じて、家猫を科学的に見ることができるみたいです。この展示には、最新、注目の家猫研究の紹介もあります。どんな研究の紹介があるんだろうね。それは言ってのお楽しみだね。また、今回の特別展には、猫が可愛いだけの部屋があったり、オリジナルキャラクターたちが会場内を案内してくれるみたいです。お土産コーナーでは、人気イラストレーター、松尾美幸さんのオリジナルグッズも販売するみたいです。概要欄に、今回の特別展のリンクも貼っておきますので、詳細や最新情報はそちらでチェックしてくださいね。特別展、猫、にゃんとクールなハンターたちの紹介は以上になります。なかなか面白そうな特別展だね。でしょう。開催期間もちょうど夏休みで行きやすいと思うし、可愛い家猫やクールでかっこいい野生猫に会いに行くのもいいんじゃないかな。夏休みの自由研究にもいいかもね。あ、それいいね。マオたちも見に行く予定です。皆さんも今年の夏は
猫づくしのこの特別展で楽しく勉強しましょう。きっと新しい発見がいろいろあると思うよ。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。